東京八王子で5日午前9時から始まった高齢者向けの新型コロナウイルスワクチン接種の予約がおよそ1時間半で上限の1900回分に達したことが分かりました予約は先着順で現在は新規の受付を停止しています今後のスケジュールや次の予約開始時期については市のホームページで情報を更新するとしています 八王子市では12日から市役所や商業施設で接種を始める予定です。